2013年8月29日、この日も30度を上回る、真夏日となりました。しかし朝晩は次第に涼しくなって、田んぼの稲も実って、季節はゆっくりと秋に向かっていました。ここは北陸本線の215キロポスト付近、富山県の五十鈴と福岡の間に来ています。こちらの方、この近くですね、並行して、北陸新幹線が作られているんですけれども、2013年8月29日、まだ、このような、列車が走っております。北陸新幹線が開業したら、ここの線路は第三セクターとなるんですけれども、今白鷹ですね、この白鷹越後湯沢駅なんですけれども、北陸新幹線が開業したらなくなるということですね。でそれからですね、これサンダーバードなんですけど、富山から今は発車して大阪へ行ってる列車なんですけれども、なんか聞くところによると、新幹線が開業したら新幹線は金沢まで、来るわけです。そうすると、サンダーバードや白鷺も、全て金沢から、名古屋大阪方面ということで、走るという噂を聞きました。ところがね、なんか富山県の人たちは、富山から発車するようにしてほしいというふうな、ことを言ってるそうです。確かにそうですね、富山から大阪へ行こうと思ったら金沢まで行って金沢から乗らなきゃいけない、金沢まで新幹線に乗れっていうのもちょっと酷な話でね、まあ乗り換えをしなきゃいけない不便というふうなことにも、なるんでね、そういうふうなことを言うのは、もっともだと思います。こちら、今回ね特急職、国鉄職のね485系が、見なかったんですけども、3000番台の、北越が、走っていました。それで、今回はね、特に、あまり撮影ポイントでもないこの直線区間の、215キロポスト付近に来たんですけれども、実はね、1981年にもこの場所に来てるわけです。で、そちらの場所、この後こちらの方で、お見せしたいと思います。それでは1981年4月12日で、タイムスリップします。季節はね、春なんですね。まだ田植えがされていない、風景なんで、まあ先ほどの風景と、また一転するんですけれども、撮影場所は同じようなところです。でね、あちらの方に、まあなんかちっちゃな踏切とかあるんですけれども、まあ全くね風景が同じっていうわけじゃなくて、道路が新しくできたり、しているんで、ちょっとねこの全く同じ場所に、立つっていうことはちょっとできなかったんですけどね、まあ撮影ポイントですよ、同じ、似たようなところに、立っています。こちらの方はライチョウですね。あちらの方にね、福岡駅かなんかの信号があるんですけれども、あの信号が目印でね、この同じ場所っていうところを、探したんですけれども、あの向こうの方の青い工場の屋根も、そのままですね。でまあこの辺あまり変わってないんですけれども、この近くに新しい道路ができてまして、ここ行くのに、結構ね便利になってましたね。こちらは長岡からやってきました、米原駅、長距離の各駅停車ですね。これでヘッドライトが一つの EF70、初期型の方の、タイプです。こちらね、途中区間快速、金沢富山間が快速になる列車なんです。で昔はね、こんなような快速っていうのが結構走っててね、すごく便利だったんですけどね、今もう普通列車しか走ってないんですよ。で快速ね、走らせたらみんな特急に乗らないようになるから走らさないのかなっていうふうなことも思ってるんですけれども、
本当第三セクターになったらね、本当に走らせてほしいですよね。長い編成で来たのは立山1号ですね。この当時急行列車っていうのがまだ、結構たくさん走ってた当時なんです。白鷺ボンネットですけれども、こちらも、食堂車付きでグリーン車2両つないだフル編成ですね。ちょっとねここ風が強いですよね。で反対方向からやってきましたのがまた金沢敦賀間快速になる、区間快速の、列車です。ここ撮影しているところでは、普通列車ですけれども、475系の6両編成ということですね。で今度はね、ちょっと場所が変わるんですけれども、金沢、東金沢と、森本の間に行ってきました。でこれは七尾線の列車ですね。当時ディーゼルカーが走っていました。で向こうが、森本の駅で、手前が東金沢なんです。でこのようなレンコン畑があって、まあ、このレンコン畑を入れてちょっと撮りたかったのでね、こちらの方行ったんですけれども、この向こうにね、今ガードの下をくぐっていくと思うんですが、あちらの方に高架道路があるんですけれども、北陸自動車道なんですね。で北陸自動車道と、この北陸本線が交差する地点ということでね、森本の駅の少し東金沢入りなんです。でこちらの方の風景ね、現在結構変わったんですけどね、このレンコン畑まだあるかなと思って、行ってきました。これは寝台特急北陸ですね、上野から来た列車です。当時、14系の客車が使われていました。でこの同じ場所なんですけれども、同じ場所っていうのは全く同じ場所じゃないんですけどね、今踏切がカン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 なってる踏切のもうちょっと森本側の方へ行ったんですけれども、そちらの方の、ビデオ2013年、8月29日ですね、そちらの方へ戻りたいと思います。2013年8月29日です。七尾線はね電化されまして、このような、415系の電車が走っております。でこの向こうにね、北陸自動車道あるんですけど もう家がいっぱい建ってしまって、なんか分かりません。で、この線路の、向こう側に、高架ができてるんですけれども、こちらの高架北陸新幹線の、高架です。485系ですね、まだ走っていますよ。でね、この私映してる後ろも住宅街になってしまって、もうなんか新しい、近代的な家がいっぱい立ち並んでしまっているんです。まあね、そんな風な感じで、なんとかこの似たような場所を、見つけて、このレンコン畑入れて映したんですけれども、こちらの映像最後に、お別れしたいと思います。